永久期間は夢で終わる。もし永遠に動き続ける装置が作れたら、世界はエネルギーに困らなくなる。でも残念、それは今の夢扱いだ。なぜか永久期間、一度動き出せばエネルギーを追加しなくても永遠に動き続ける理想の装置。もし実現できれば、電気代ゼロ、ガソリンもゼロ、寝てる間に発電し続ける冷蔵庫だって夢じゃない。でも現実はそう甘くない。人類は何世紀もこの夢を追いかけた。中でも有名なのが水車式の永久機関。水をポンプで上げて落とし、水車を回し、その回転でまたポンプを動かす。見た目は無限ループ。でも実際はポンプが水を持ち上げるのに水車以上の力を必要とした。さらに摩擦、空気抵抗、水の粘性、エネルギーはちょっとずつ逃げていく。まるで今月こそ課金すると言いながら、気づけば財布が空っぽになる感じ。どんな機械にもエネルギーの損失は避けられない。なぜなら熱力学の法則がこの宇宙の絶対ルールだから。エネルギーは突然生まれないし消えもしない。ただ形を変えて、そして必ず一部はもう使えない状態に変わっていく。この不可逆性こそが永久期間を不可能にしている正体だ。つまりどんなに技術が進んでも物理法則そのものを曲げない限り永久期間は作れない。アイアンマンのアークリアクターも現実では電気ケトル止まり永久期間を作る噂。それ熱力学に喧嘩売る覚悟が必要だよ。君ならどう挑む？コメント欄で待ってる。